リスペクト番組浜松発久保ちゃんです。どうも浜松生まれ浜松育ち浜松を愛してやまない久保ひとみだに。いや今年も早いものでもう12月ですよ。今年も1年いろいろありましたね。あんなところで活躍しこんなところで活躍し、ちょっとそろそろ私天下統一しちゃうんじゃないかなということで今回はあの天下人の話題です。今からちょうど450年前の出来事にまつわるスポットです。こちら家康公の突破劇を体感せよ、西ヶ崎資料館へ行ってみた。というわけで西ヶ崎古戦場にやってきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。登ってみます。こちらが西ヶ崎古戦場、はい、もう崖を見るところなんです。あ、すごい高さがありますね。浜松発久保チャンネル、ナレーターを務めますのは久保さんの高校の後輩お茶丸だに。静岡県指定の史跡西ヶ崖古戦場、その資料館には西ヶ崖にまつわる貴重な資料のほか、浜松市出身のプロモデラー山田拓司さん制作の超リアルな再現ジオラマが展示されてるだに。鈴木さん、こちらが資料館、はいはい、資料館ですね。これが池田原合戦を再現したジオラマですね。はあ、細かいですね。これそうですね、精巧にできてますね、はい、今からちょうど450年前、浜松を舞台に起こった徳川家康公と武田信玄公による合戦、家康公にとって人生最大の負け戦と言われてるだに。武田軍はこの幕が張られてるんですけれども、はいはい、陣をね構えて待ち構えてたんですね。徳川軍は幕が張られてないですね。陣をやることができなかった、もういきなり戦闘状態に入っちゃったってことです。絶対絶命のピンチ。そうですね、これだけでももう分かりますねジオラマで。さあ、こちらは、はい、こちらはですね、はい、西ヶ崎の場面をここでやってるんです。これ武田軍が野営してたもんですから、はい、鉄砲隊引き連れて撃った。そしたら武田軍は崖に落ちてみんな死んじゃった。家康はピンチを脱して、はい、ここから天下取りに邁進してくる。家康公にとってここは本当に大事な場所ですよね。いやー、ますます来年の大河ドラマが楽しみになっちゃいましたね。というわけで西ヶ崎資料館久保チャンネルに登録決定でーす。